東京都は2020年の夏のオリンピック・パラリンピックの招致活動を進めるため、新たにスポーツ振興局に招致推進部を設置しました。今日新たに設置された招致推進部の発足式で、スポーツ振興局の細井局長は、前回の招致活動の経験を生かしたいと話しました。2016年の招致活動のですね、経験やレガシーをですね、最大限有効に使いまして、震災復興の目標となるようなですね、オリンピックを目指すためにですね、被災地の方との連携、それから、JOC や国等の連携も密にしながらですね、招致活動を進めてまいりたいと。式に参加したモントリオールオリンピック女子バレーボールの金メダリストで、現在 JOC 理事を務める荒木田裕子さんは、前回都と JOC はコミュニケーション不足だった。今回は早い段階で一つにならなければいけないと述べました。2020年のオリンピック招致の立候補申請期限は9月1日です。なお、JOC 日本オリンピック委員会は、立候補の事前審査に必要な書類を先月29日、IOC 国際オリンピック委員会に提出したことを明らかにしました。